おはようございます。こんにちは、こんばんは。バスツリーならしでございます。皆さんどうもごきげんよう。えー、きはですね、はい、まあ天皇皇后両陛下が見られる、見えていると思うんですけれども、まあここはですね、パラオ共和国、まあもともと日本なんですけど、まあ、ペリリュー島に行った時のね、話をね、したいなと思いまして、この動画の方を作りました。えー、まずですね、えー、パラオ共和国のペリリュー島、まあどこなのかといいますと、まあ今、世界地図見えてると思うんですけど、 まあ日本からですね、まあ、太平洋に浮かぶ、まあ、小さな島なんですけれども、まあ、パラオ共和国、今見えてますよね、の、えー、とペリリュートがですねこちらになりますね。はい、まあ非常にね小さい国なんですけれども、うん、まあ、島の方もね非常に小さいんですけれどもまあね日本にすごい馴染みのあるところなんでちょっと私の方はねまあ、ちょっと前になんです。けれど ペリの方を行かせていたただきましたはい、えー、ここではですねペリルの戦いと言い,いまして日米で、まあ、大激戦をした場所でありまして、まあ、当初アメリカ軍はですね4日でこの島を、えー、占領する攻略するわけだったんですけどもまあ、大日本帝国軍が抵抗するもので2ヶ月半を要したと言われております、はいえー、そうですねまああとですね ちょっと写真の方を貼っていいいきたいと思いますえこちらが三菱製の戦車になりますね。こちらよ3人で乗るって言ってたかな、確か。はい、今でもこのように三菱の戦車がこちらで眠っております。で、こちらがですねアメリカ軍の、えー、戦車だったかな。うん、これはあのー、海からね乗り上げることができる戦車って、うん、言ってましたね。はい で次がですね、えー、こちらが、えー、迫撃砲ですね、えー。これもね、未だに、うん、ペリリュウ島の方に眠っております。はいこんな感じでね、後ろに回り込んで見ることもできますね。はい、でこちらが、えー、でこちらがですね、大日本帝国海軍ですね、海軍の基地となっていた場所と聞いておりますね。はい ますぐね攻撃されてあの海軍から陸軍に指揮が移ってしまったらしいんですけれども、本当生々しくて、えー、こちらの建物を、ねまあ、アメリカ軍の爆撃によってね、えー、大きな穴が開いておりました。それを収、えー、めた写真となっております。こちらの方はですね統治下となっておりまして、はい、えー、未だにね中の方にですねはいこういった。 ハンゴーとかですね瓶、えー、がねそのまま散乱してあってすごいねあこっちこっちでね日本の方がここで戦ってたのかと思うね痕跡はまだまだ残っておりましたこちらはペリリュー島にある滑走路ですね、まあ、当時まあ、日本海軍が作ったらしいんですけれども、まあ、十字滑走路といいましてはいえー、まあ今まだにねこの時もあの 飛行機が離着陸でできるようになってたんですけれども、まあ、戦時中は、まあ、風が吹くと、ね、飛行機で飛べなくなってしまうので十字滑走路といって、まあ、どこから、ね、風が吹いてでもすぐ飛べるようにこのように、ね、写真のみたいな感じで、まあ、どこから風が吹いてもすぐあの飛行機が飛べるといった感じになっているといったことを、ね、聞きましたね、うん、今はねもう十字滑走路じゃなくて一つの滑走路しかなっておりませんでした。 はいこちらはですね、ゼロファイター、ゼロ戦って書いてあると思うんですけれども、はいまあ、陶器されたね、はい、ゼロ戦が未だに、うん、眠っておりました。はい、えー、こちらですね、ちょっと分かりづらいですけど、これ、あのー、網網になっているところがコクピットになっております。はい、これねジャングルの中でね、まだゼロ戦が眠っていると思うと、なんかいろいろね、思うことがありましたね。当時の自分も、うん、懐かしい。 それとペリリュー島にはですねまだミサイルがね結構残ってて、うん、もちろん弾薬等もそれに残ってるんでまあその辺うろちょろすると不発弾にやられてしまう可能性があるのでまあ、もしね行く際にはねあのー、うろちょろすると危ないので、うん、決められたとこ,ろところを歩ってもらった方がいいかなと思いましたねはいそれとペリリュー島にはですねまだまだねうん 回収できてないなこういったね有識、えー、者によってねうん火もねたくさんありますのでまあねぜひ行った際には、まあ、お線香などを持って、まあ、手を一度合わせてみてはいかがでしょうかもちろん私の方も線香の方を持っていきまして、まあ、手の方を合わせさせていただきました、えー、こちらの建物はですね、えー、旧日本軍の弾薬庫 だった場所なんですけれども今はですね、まあ、日米のまあ、ペリリュー島の、うん、記念館みたいになっておりまして、はいまあ、記念なのかなちょっとわかんないですけどまあ、亡くなられた方々の写真とかが、うん、残っておりまして、まあ、本当はね写真に収めたかったんですけれどもまあ、撮影 NG ということで、はい、ちょっとカメラに収めることができなかったんですけれどもまあ、うん、武器であったりまあ、手紙とかがうん。 えー、残っておりましたね、うんまあ、その中でねあの、まあ、橋本龍太郎元総理と、まあ、今参議院議員の自民党の佐藤正久議員がここにお金を出して、うん、この施設を守ろうってしてたんですよね、うんまあ、そういったところもね非常になんか、うん、そうですね込み上げるものがありましたよね、まあ、橋本龍太郎ってまあ消費税上げた大バカ野郎じゃないですか けどやっぱりね、うん、本当財務省にその時騙されてたんだなっていうのはね、すごい思いましたよね。うん、やっぱりねこういうところにねお金を出せるっていうのは本当にねいい、うん、議員なんじゃないかなとね、私はねすごい思いましたね当時ね。以、う、上、ん、ななしになります。緊縮財政をぶっ壊す。